村上、今オフメジャー。ヤクルトの村上は2022年オフに3年契約を結んだ際、球団から25年オフのポスティングシステムによるメジャー移籍を容認されている。大リーグでは25歳未満の海外選手獲得に契約総額の上限が決められている25歳ルールがある。25年2月2日に25歳となる早生まれの村上が大型契約を結び、ヤクルトにも多額の譲渡金が入るのは現状では25年オフだ。ただ、現行の25歳ルールが変更されて年齢が引き下げられたり、ポスティングの申請時期や交渉期間の変更または延長によって、早生まれがネックにならなくなる可能性もある。その場合は大型契約を結ぶことが可能となり、今オフの移籍が容認されている。昨年12月の契約公開でも村上は、早くアメリカに行きたい。メジャーに行きたい気持ちはより一層大きくなっていると話している。昨年のあの成績じゃ、無理だろう。どうしても筒香とかぶってしまう。今のまんまじゃ無理やろ。神宮でキングになってもな、名古屋だったら何本になるんだろ。憧れる巨人に飛び込んでほしい。今年が最後になりそうですね。サードでは厳しいと思います。佐々木朗希が25歳ルールを破壊しようとしている。昨年の成績ではちょっとな。なんとなく無理そうなんだよな。根拠はないけれど。行くだけ行って身の程わきまえたらいいと思うよ。どこ守るだろ。メジャーで三冠王になりそうですね。おかわりくんタイプにならないように。何年か活躍してすぐメジャーに行きたいと言って成功した人は少ない気がします。個人はいいが、チームとしたら村上が行ったらシュミドラといい勝負になりそう。ヤクルトに感謝ですね。今年はものすごい活躍すると思う。今年しっかり文句なしの成績で胸を張って挑戦してください。ルール変更する必要あるのかよ。 NPB は MLB のファームじゃねえぞ。 MLB での評価が気になります。まあ高額で契約してもらえるうちに行ってもらって、キャリアの最後に戻ってきてもらうのがベストかな。